皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。10月7日に、その道のプロが選ぶ本当のナンバーワンプロフェッショナルランキング、TBSK が放送された。同番組は、その道のプロたちによる投票でナンバーワンを決める、本当のランキングを決定するというもの。今回のテーマはダンス。プロダンサー、振付師300人が投票し、 芸能界で最もすごいナンバーワンダンサーを発表したランキングは最新スキルが連発新進気鋭の20代部門とレジェンド勢がしのぎを削る30代部門と世代別に発表され20代部門で1位に B ・ファーストのソータが輝いた写真ダンス企画に引っ張りだこの B ・ファーストソータソータについて彼が一つポーズ動くだけで風が来るような 感感じじたたこことのなないいい爆発力を感じるルー日本本出身でこんな方いたん方だって。て当にリスペクトしています。彼のダンスはすごいだけじゃなく感動もするしダンスを知らない方が見ても伝わる中曽根理の新時代の象徴一つのジャンルに突出しつつも他のジャンルもちゃんとできるマルチエリートフィッシュボーイどこがすごいか語る必要ありますか テクニックの凄さはご覧ください空間を操ってるかのように周りの空気までをも動かしているように見えてくる指先をちょっと動かすだけで思わずそこに見入ってしまう S アスタリスクアスタリスク T グズ。庄司とダンスのプロたちもベタ褒めそして紹介解説 VTR の地にはスタジオにそうた本人が登場し生パフォーマンスをしてみせたそのパフォーマンスは あまりにも神業だった。テクニックの高さはもちろんなのだが、思わぬ部分の音を拾って合わせたり、ボーカルの音を拾ったりしつつ、歌詞の内容に合った振りを入れるなど、それは素晴らしい以外の言葉が出てこないほど。ダンスにおける褒め言葉として、キモい動き、や、不思議な動き、に終始しており、彼の動きは誰もが度肝を抜かれたはずだ。 それでいて1位に選ばれたことに対して、恐れ多いです。それぞれの良さがあるのがダンサーの良さなので、上下というよりかは僕のダンスをしっかり伝えたいなと思いますとコメント。おごることのないこの姿勢も彼のダンスが素晴らしいということにつながっているのだろう。そんなソータのダンススキルは B、ファーストでパフォーマンスするときももちろん発揮されていて、 ライブなどで彼独自の良さが出ていると感じる場面が多々ある。例えば、B ・ファースト公式 YouTube チャンネルにアップされているメインストリーム fromB ・ファーストライブインドーム2024メインストリームマスタープラン。前奏の音がストップし、右手を前に伸ばしているソータが急に動き出して歌がスタートするという演出がなされているが、これはまさに庄司の。 指先をちょっと動かすだけで思わずそこに見入ってしまう、という言葉通り。しかも他のメンバーが座ってソータだけが立っているというわけではなく、むしろ他のメンバーに囲まれるように立っているにもかかわらず、おそらく会場にいたほぼ全員の視線がソータに集まっていたはずだ。これは空間を支配できるソータだからこそのパフォーマンスだろう。と言っても、B、ファーストもグループとして同番組の、 ダンスのプロ300名が選んだダンスグループトップ3で1位を獲得しているほどメンバー全員のダンスが高いクオリティのため全員で踊る際に蒼タだけいい意味で浮いているなんてことはないただやはり蒼タらしい細かなニュアンスを施されているパートにはついつい目がいってしまう5月24日放送の「ミュージックステーションテレビ朝日系」 で披露したたママススターープランンののパフォーマンスの時もそれを感じたサビの MASTER プランのプラン部分でバイブレーションを入れているのだがソータはその数が圧倒的に多くしかもリズムにぴったりはまっているこうしたテクニックをバッチリ決められるのはさすがの一言ださまざまなボーイズグループのメンバーの名が挙がった その道のプロが選ぶ本当のナンバーワンプロフェッショナルランキング。これをきっかけに、ソータのダンスのうまさや B ・ファーストのダンスのレベルの高さがより多くの人に知られたのではないだろうか。しかし、B ・ファーストはダンスだけではなく、歌もラップもクオリティが高い。ぜひそちらも合わせてチェックしてみてはいかがだろうか。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。